民間事業者様との関係を強固なものにして官民連携によりサイバー空間における安全安心を確保してまいりたい15日、東京都内で開かれたサイバー犯罪対策協議会には NTT コミュニケーションズやソフトバンク、楽天グループ LINE などの通信事業者らがオンライン参加しました。 今月新設された警察庁のサイバー警察局からは身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによるサイバー犯罪の件数が2021年度の下半期は前年度の4倍に急増したとの現状が報告されましたコロナ禍でテレワークによるオンライン会議などが浸透しサイバー攻撃を受ける機会が増えたことが原因の一つとみられます またサイバー攻撃の手口も巧妙化しているとして攻撃を受けた場合は情報を開示し共有していくことを確認しました。